小園、ロッテ松川を裏切る。松尾とはすごく相性がいい。投げやすい。やりやすかった。こちらすでに貼られた記事。中学、高校時代は現ロッテ、松川とバッテリーを組んできた小園は、1学年下の松尾との初コンビを、キャッチングもリードも自分にとってすごく相性がいいというか、投げやすい捕手だなと思った。試合前も、一緒に頑張りましょう、とか励ましてくれて、やりやすかった、と振り返った。先に浮気したのは松川やし。松川とは遊びだったんやね。松川松尾論争あるな。でも松川は佐々木朗希の暴球を受けてるからもう小園じゃ物足りないやろ。あんなに一緒だったのに、先に裏切ったのは松川なんだよな。小園って投手転向してたんやな、頑張りたまえよ。先に裏切ったのは松川なんだよな。これからは新小園松バッテリーでやってくから。松川、佐々木よりゲレーロの方がストレートすごい。評論家の評価は小園、佐々木の人も多いで、まっすぐだけなら佐々木やが総合的に見たら小園って人も結構おる。これネタじゃなくてマジなん？ネタがバカのどっちかに決まってんだろ。ご視聴ありがとうございました。